豪快ジャン出た時の話なんかちょっとしていこうよ。そしたら豪快ジャン出た時の話、俺が豪快ジャン出た時のこと。ああ、そうそうそう、正直最初俺とさ、まあ、なんとなくいつかあるだろうなと思ってた。でマッハルコンっていうのが出た、トモちゃん出るってなった時には、うん、絶対出るでしょってなった。あ、ほんと、なるほどね。じゃあマッハルコンが出るってなって、それがエンジンだからゴーンレッド来るなみたいな。まあゴーンなんとか来るなと思ってた。あ、なるほどね。まだ分かんないよ、スケジュールもあるしさ。あ、確かにそうか。確かに他のさ戦隊とかでさ、うん、全員が赤来てるわけじゃないからね。そう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 。どう、例えばじゃあ俺とさ久々にさそこで共演したじゃんか、その時のなんかまあ印象で残ってることとかあったら教えてよ。印象、そう、お前記憶力いいじゃんと期待してるから。違う、普通にいやいや、それは言えないから。そう、それはね使えないやつなんですよ。それ以外ないよ、お前で。まあお前がなんか銃をなんかくるって回すのがめっちゃうまいなって思った。そう、あれ毎回やってるから。あれめっちゃうまいよね、お前ね。俺全部できる、もう縦横斜め。あ、全部できるのあれ。俺めっちゃあれうまいなって思ってたから、銃めちゃめちゃ回せるやんこいつみたいな。もうその時はもうね、だって特撮でないっぱい教えてもらったから。あと回し蹴りがこいつはうまい、なんか後ろ回し、うん、でなんか他にさ、俺さ結構トランポリンとか使ったの覚えてる。使ってたね。そう、なんかああいうのとかいないじゃん、他のレッさなんかやつとかに、うん、ふざけてるなーって思ったのか、面白いなーって思ったのか、どういう風に見てたのあれは。でもなんかで、ね、いろんな戦隊機だからね、うん、なんかもう柔軟だったよね。あ、柔軟だった。あ、コメディ系だ。コメディなんだな。コメディ系だ。全力で頑張ってるコメディやってんだなって。あ、なるほどね。全力でやってるけどコメディになっちゃうんだなみたいな。なるほどね。多分。なるほどね。熱血な役でしょ。そう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 。お前なんか後ろからずっとこうやってたら見てるだけだったもんな。うん、ね、いつもそう。あ、ほんと。でもだからお前あんまりさ、俺とさ共演した時のことってさそんなにじゃあ覚えてないね、実はね。まあでもその西部劇でなんか銃で戦った記憶ある。あー、そうだね。敵とね、早打ちの練習みたいな。そう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 、早打ちして相手のこと打ち抜いてみたいな。そ、確かそんなで、確か龍が如くの桐生一馬の声優さんだったね。え、そこお前それ覚えてる。サンジだよ。実はそれ、マッハルコでしょ。マッハルコ、マッハルコじゃなくてボス、敵。あ、え、そうなの。その時敵、そう、俺龍が如くやってないから分かんないけど、そうなんだ。そう、へえ、めっちゃかっこよかった。へえ、そうなんだ。マッハルコはサンジだよね、サンジの人だよね、うんうんうん。なんかさ、ゴーカイジャーをさ通してさ、じゃあさお前が一番印象に残ってる回ってどこなの。いやー、でも1話とかやっぱ、あ、まあ、ね、ヤスに変身したこともそうだし、うんうんうん、やっぱ初めてなこと尽くしだったらすごい印象的かな。確かにね。なんかたまにさツイッターとかでさ流れてくるんだけどさ、福沢さんがさ、お前一緒でしょ、福さんでしょ。そうだから俺たちの中入ってるのはお互い福さんだから、なんかスーツアクターの人ね。そう、あいつはリハーサルと違うことをするみたいな。あ、それは言われてた。言われてた。言われてた。俺なんかそれツイッターでたまに回ってくんだよ。そうそうそう、それは言われた。言われた。うん、そう、福さんじゃないと思うけどね。本当。ていうか結構みんないろんなこと言ってたから。ヤス、リハとリハーサルと全然違うことするから。そうなんだ。なんか本番になったらさ、なんかちょっとこれ面白そうだなと思ったらさ、ら余計にやりたくなるんだよ。やりたくなるんだよ。やりすぎよくないんだよ。そうですね。そう言われてる。それ何のためにやるかしてるって。そう、その気持ちは分かるよ。生まれちゃったら生まれるもんね。そうなんだよ。そうそうそう。なんか豪快でお前と共演してるけれどもガイと一緒にいることの方が多かったかんね俺。そうなんよ。そう、なんか一緒になんかメガホン持ってそこのエンジン止まりなさいとか言ってやったりとかして、うん、そうで、なんか何なんか言われてうるさいよ鎧くんって言ったらガイですどっちでもいいよみたいな。うん、そう、だからガイとはねそういう絡みができたんだよね。あ、そうなんだ、うん、俺ずっとガイのこと鎧くんって呼んでるからさ。そう、確かに漢字がね、そう、鎧だから、鎧だから、うん、そうで、今さ全然関係ないんだけどさ、俺そういうキャラじゃん。だから豪快じゃん、鎧くんとか言ったりとかしてるのに、俺わざとだからさ、今ドンブラザーズのレッド、ドンモモタロって言うんだけど、うん、俺ドンブラレッドって呼んでるの、うん、そう、それをファンの方とかでたまに本気で間違えてると思って、フララさん、ドンブラレッドじゃなくてドンモモタロですみたいな。レッドって言わないんだ。そう、今言わないんだよ。時代変わったね。変わって、やつ、まあ、ゼンカイザーもそうだけどね。もう、まあ、そもそもレッドじゃない。ゼンカイジャーのツーカイザー。いや、ツーカイザーもね、ゼンカイジャーのゼンカイザー、白がメイン。そうなの。そうだよ。お前共演しただろ。いや、ゼンカイジャーのゼンカイザーは聞いてない。ゼンカイジャーのゼンカイザーで、ゼンカイジャーのツーカイザー。へえ、知らなかった。いや、そうね、確か、待って、これ俺が間違ってたらちょっと嫌だわ。多分そうだと思う。そ
それもそれで面白いけどね。確かに、そう。え、あれどうだったの？ツーカイザーとさ、共演した時の話聞きたいわ。共演してた時、うん、だってさ、あっちも海賊だけど字が違う海賊じゃん、ちょっと、うん、そう。で、俺見たけど、お互いさ、キャラがさ、全然さ、なんかどっちも偉そうじゃん。お前も偉そうだしさ、向こうもさ、割と偉そうな感じのさやつだから。でもあっちの方がちょっと元気だよね。うん、元気、うん、だからなんか最初うまくいくのかなと思ったけど、意外と良かったよ、なんかね。あ、本当？うん。でも最初お前らちょっと睨み合うシーンとかあるよね、なんかね。あるあるね。寒かったわ。寒かったんだ、あれ。うちのメンバーを信じられねえってのかみたいな感じで寄ってくみたいな。あー、そう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 、ね、あそこが初日だったんだよね。あ、あれが初日だったんだ。そう、寒かったわね。ドエタムでしょ、相手。ドエタムね、ドエタムドエムのタヌキ。そうね、マジドエムね。いや、あれ面白かったよ、純粋なタヌキ。ね、なんかコメディもあるしね、うん、どうだったの、ツーカイザーとの共演は。楽しかったよ、ほとんど、うん、そのツーカイザーのマシコといた、マシコくんと、うんうんうん、うん、ほぼ9割方。どんな子なの、マシコくんって。すごい可愛い、後輩気質だね。あ、後輩気質なんだ、うん、へぇ。だからマシコくんが後輩といる姿を見てみたいよね、うん、逆に、うん、俺なんかね、浅沼さん、あのジュランやってた、うん、浅沼さんとかとなんかたまに遊ばせてもらうことがあったりとかするんだけど、浅沼さんからもマチコくんはもうめちゃめちゃいい子みたいなの聞いてて、うん、こうキャラと全然違うよ。違う。こうだから俺さ、一緒にジロッソを、最終回だよ、うん、ゼンカイジャーの最終回終わった後に浅沼さんから連絡来て、ゼンカイジャーショー見に行こうよって言われて行ったんよ、うん、そしたらなんかマチコくんって結構さ、みんな踊ろうぜみたいな感じなんだけど、うんうん、誰も踊んなくてさ。そう、まあね、周りが、まあ、え、どういうこと？周りが誰も踊んないの、なんか乗らないの、ステイシーとか。あ、そっち？そう、そっちが踊んなくて。味方が、味方じゃなかったの？そうそう、味方じゃなくって、踊ってよみたいな、うん、キャラが全然違うってちょっとびっくりした時に。なるほどね。そう、浅沼さんが、いや、マシコ君は実はね、ああいう、なんか突っ張ってるというか、そのね、うん、偉そうなキャラだけど、中身全然違うんだよ、みたいな。うん、違う。そう、って言ってたから。めっちゃいい子ね、うん、あれから遊んだりとかしてんの？うん、何回か。あ、ほんと、うん、てか、お前さ、他のさ、なんかいろんな戦隊とかとさ、コラボばっかしてるけどさ、誰が仲いいの？若松さんとか、の、うん、ブラックコンドルは、うん、まあ今コロナで全然あれだけど、うん、まあたまに、うん、この間でもあったよ。この間ご飯行って、うん、とか、その味噌市でしょ。味噌市行って、うん、みたいなとか、まあ一緒に海外も行くし、うんうん、あ、そうだね、あいつだよ、あれ。あれが8月かな、8月の後半。まあ、5回じゃは仲いいし、うん、バスコも仲良いしな、遅くはやっぱ仲良いしな。あ、バスコね、うん、はい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 、マベちゃんって言ってるね、うん、はい、じゃあ分かった。じゃあお前から見た俺、多分俺は大体なんとなく分かるけど、ちょっと教えてよ。ちょっと脱毛シーン、うん、でもまあ心ね、優しいからね。だからでも空気を読めない空気読めない、やばいな。でも空気読めない、やばいな。でも言えばちゃんと訂正するよね。もうだから大きな子供だよね。大きな子供。大きな子供。そう、いや、お前もよ、お前も。まあ、いや、でも安の方がこう表に出るその表現として合ってると思うよ。なるほどね。多分確かにみんながお前のことを大きな子供とは思ってないと思う。それはそうだと認めるわ。じゃあやっぱ別の意味で自由人だから、うんうんうん、だからそういうの見ててね、すごいなって思うこといっぱいある、うん、そうなんだ。アクティブじゃん、そのアクティブ、行動力あるじゃん、うんうん、俺全然ないから。なんかそれ不思議だよね、うん、俺動かないタイプだから。なんかお前ってさ、嫌だって断ることは多くてもさ、うん、自分から何かしようってあんま言わないよね。言わないね。言わない。なんで？分かんない。したいことがあんまりないの？いや、あるよ。あるでしょ。あるけど。じゃあお前魚釣り行くときとかお前から誘ったりとかしないの？俺はその仲いいやつが、うん、そのいて、うん、もう10年ぐらいの付き合いかな、うん、そう、そのタクって言うんだけど、うん、タクにはそれ全然言う。あ、自分から言うんだ。結構仲良くないと言わない。でもお前のさ、仲良くなるスパンって結構長いよね。それ長いね。でもそういう人は大体長くなる。うん、なるほどね。そうそう。りょうた怒ることなんもないよね。ない。顔がさ、怖い時は結構あるけど。顔に出る、めっちゃね、イライラしてる。だから例えば誰かと飲んだりとかしててね、例えば他の人とかをりょうたが、あ、こいつそろそろこれ嫌だなって思ってるのはすぐ分かる。本当にすぐ分かる。顔に出るもんね、俺。すぐ分かる。まあ、飲んでる時、まあ、のなんか飲みになんか誘いまくってたのも俺だから、りょうたを。最初に連れましたもん、やつだから。そうだよね。だから結構、りょうたを当時ね、いろんなね、飲み連れてったよね、結構ね。10年前か。
10年前ね。顔に出てた昔。出てるよ、めっちゃ。うん、出てる、めっちゃ。10年前。お、すっごい出てる。マジか。お、めちゃめちゃ出てる、お前。お前の嫌いな人すぐ分かる。マジか。お、分かるよ。で、だから、分かるから、あ、これもうまずいなって。あ、ちょ、マジか。マジか。お前の席から話すみたいな。そんなの知らなかったわ。割と、俺結構そういうの。めっちゃうまくやってると思う。いや、全然うまくやってない、お前。お前は全然うまくやってないよ。そうなんだ。今はうまいよ、今はうまい。あ、そう。でもなんか今そこまでこう、うん、そういう人がいなくなった。ああ、周りにね、やだなっていう人。消した？多分消した？消してない。消してない。消してない。いやだわ、うるせえ。最近りょうたと飲んだりとかしてても、りょうたがなんかたまになんか気分が良かったりとかするとカラオケ歌ったりとかするから、こうなんかそんな風になったんだりょうたみたいな。だからこの10年でちょっとだからりょうたもそういう成長を感じてる部分があるかもしれない。ああ、でも皆さんも大人になったでしょ。いや、自分で大人になったと思うのどこ？多分俺あんま変わんないんだよね、昔から。変わってないの？あんま変わってないだけど、なんだろう、ね、例えばお前がこれを絶対に、ね、口つけないで飲んでねっていう風なことを俺は昔はめんどくせえって言って飲んだこととかあったりとかしたけど、それはもうしなくなった。ああ、人の嫌なことをしなくなったんですね。いやいや、別に前も前は本当に嫌だったの思ってないんだと思う。なんかこいつ何言ってんだよみたいな。そう、だから、なんか、いや、嫌だよ。嫌だよ、嫌だろ。ふざけんなって捨てるよ、俺は。嫌だろね、嫌だろ。嫌だ。そうそうそう、だから、なんか、りょうたはだから自分を解放しないように、なんか、わかる、ナルトのさ、呪因みたいなのがここに付いてるの、俺。そう、だから、解放できないようにしてんのかと思った、俺。いや、全然。だって、お前がさ、やったーみたいなさ、絶対ないじゃん。絶対しないじゃん。魚釣りとかで、めっちゃでっかい魚釣ったらテンション上がるの。上がる。嘘、そういう時どうなの？シェッ無理してる、これで無理してるんですよ、これ。皆さん、これ無理してますよ、これ。そうか。お前、いいやつだよな、なんかこうやって答えてくれたな。いやいや、いいやつだよな、お前は。お前は人をよく見る目を持ってていい。じゃあ。いや、まあ、ほんといいやつなんすよ、こいつは。テンション上がんないからね、俺ね。なんで？なんで？俺、割とテンションさ、めちゃめちゃ上がるしさ。上がってるね。いや、すごいと思うよ。逆だよ、テンション上がりすぎだよ。上がりすぎ？だからこんぐらい上がるだろうなっていう、こう、まあ、よくアベレージで、うん、アベレージの人っているじゃん、うんうんうん、それより上がりやすいよ、かなり。いや、だからお前ってなんか一定なんだよね、こう。俺一定、なんか一定なの、わかる。心電図で言うと死んでるんだよね、お前って。マジか。もう、わかる。だから俺とかはさ、なんかもう常にこう生きてる感じが、わかる、わかる。そうだね。お前はもう、チーみたいな、死んでるんよ。だから、なんか結構居心地いいと言われるな。あ、そういうこと、うん、確かに。あ、でもね、俺一つすごく思うのが、なんか彼女ができた時のお前が全く想像がつかない。なんで？いや、つかない。なんで？いや、わかんないけど、全く想像ができない。お前、甘えなそうじゃん、お前って。甘えんの、お前。甘える時は甘えさせてくださいよ。何に甘えるかだよね、それは。え？何に甘える？お前、甘えなそうだよね。何に甘えるかだよ。何に甘えるか、うん。例えば、じゃあ、りょうたくんこっちおいでみたいな感じやったら、お前、こうやって頭がこうやってできんの、お前。あんまりしないから。しないよね、しないよね。そう、だから俺のお前のイメージは、なんかお前がもう常にこうやって、うん、ベイビーちゃんおいでみたいな、そういう感じ。いやいや、これがお前。いやいや、それはしない。これがお前。ベイビーちゃんおいでやしないよ。ベイビーちゃんおいで、うん、かわいい、うん、かわいい、かわいい、こんな感じ、俺のイメージ。どっちが好きなの？年上か年下かだったら、タメか。むずくない？どっちでもよくない？じゃあ今までどっちが多い？年上か年下。そう、俺割と年上の人の方がうまくいくんだよね。あ、うまくいくのはきっと年上だよ。年上、うん、俺だって子供だもん。ああ、そうだよな。てか前上だからさ、多分、うん、だいぶ包容力ないと無理でしょ。ああ、そうだね。それは確かに。でもヤスもそうだと思うよ。俺もそう、うん、男の人って基本俺たちだけじゃないし、結構子供の人多いから。なる。年下とかからさ、でもお前好かれること多いじゃん、なんか結構、うん、その女の子にしてもそうだし、男からも結構伝われることが多いから。その年下の女の子とかが来たりとかすると、たまに面倒くさいみたいになったりとかしない？疲れちゃうよね。やっぱ疲れる。うん、いや、元気だから。ああ、そうか。お前元気じゃないとしょうがないってこと？そういうわけじゃない。それなんか心配するよ。なんか病気かないか。元気じゃないとしょうがないってこと？落ち着いてる方がいいよね。向こうもめちゃめちゃクールだったらさ、お前らどう付き合うん、逆に。だから入り口が探して、そこから入り口がマッチすればいいんじゃないですか。その入り口が合わなかったらそのまま。お前絶対受け身じゃん、ちょっと。絶対受け身じゃん。そう、絶対受け身じゃん。あそこ行こうぜ、ここ行こうぜとか言わないから。でしょ。で、向こうもさ、
なんか言われて、あいいよみたいな感じのさ人とさ付き合ったらさ、お互い発信がないからさ全く話進まなくない？そうなった場合、うん、どこ行く？どっか行きたいって聞けばよくない？あ、そういうやり方があるよ。どっか行きたい、じゃあどっか行きたいって言ってみて、じゃあ俺がそのクールな女演じるから。分かった、言って、はい、どっか行きたいっつって聞いて聞いて。なんかどっか行きたいの？別にどこでもいい。なんか行きたいとかって言って。うん、分かった。いやいや、終わるやん、話終わるやん。え、話終わって、え、終わるやん。行きたいとこあったら言えばいいし。え、待って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 、嘘でしょ、終わるやん。だから自分が行きたいとこあったら、うんうん、お前からちょっと来いよ、男なんだからそこは。え、だから、うん、じゃあ分かった、じゃあ俺のそのクールな女の子をちょっとお前デートに誘ってみて、じゃあちょっと一回。デートになんて誘わないよ、基本俺。え、誘えよ、頑張って。明日誕生日でしょ。うん、え、よく覚えてたね。いや、それは覚えてるよ。うん、どっか行きたいとこあんの？ない。ないの？うん、どこでもいい。どこでもいい。うん、え、俺いる？必要？え、もう自分で考えてよ、それ。自分で考えるか。うん、え、でもさ、お前の意識でしょ？気持ちでしょ？うん、なんで自分の気持ち言わないの？そうくるか。うん、だって気持ち言わないとさ、うん、ダメじゃん。いや、必要じゃなかったら行かないし、必要だったら行くよ。うん、え、必要だと思うでしょ。必要でしょ、それは。じゃあ行くじゃん。どこに、どうする、どっか考えて。じゃあ、うん、ゴタゴタしてるところ、うん、ゆっくりできるとこどっち？ゆっくりできるとこ。じゃあいいじゃん、なんか温泉でも行きます。おお、なるほど、お前選択肢を出すタイプか。なるほどね。そう、ああ、いいじゃんいいじゃん。でもお前ずるいな、やっぱ相手に言わせるんだな、なんかそうやって。いや、だって意識ちゃんとほら気持ちがないとさなるほどね。だって例えばサプライズでさ、うん、その人も分かりやすければいいよ、うん、イエスとか分かりやすいとか、うん、多分それの、うん、そういうなかったらさ、相手がさサプライズしたとして、うん、ちげーな、これって思われるの嫌じゃん。なるほどね。でもお前そうやって考えたらちょっとまあ臆病よな。だって相手のアンパンめっちゃチキンだよ、ね、俺怒ったりしないと前に出ない。あ、そうだね。そう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 。はい、ということでね、結構亮太の意外な一面みんな見れたんじゃない。全然特撮の会話が途中からなくなった。恋愛話みたいになっちゃって。舞台、狼の誘惑という、韓国映画で10年前ぐらいの韓国映画、もっとかな、うん、の映画を舞台化するんですよ、うん、日本で。へえ。それに出させてもらうんですけど、高校生の話なんですよ。あ、高校生、34歳なんですけど。おうおうおう、まあ、それが7月23から31までやるんですけど、ダブルチームで僕は28から31まで出るので、おうおうおう、まあ、銀座の博品館。博品館、はい、おもちゃ屋の上です。おうおうおう。でやるんで、うん、まあ、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。ぜひ亮太くんの、はい、高校生姿なんてなかなか見られないからね。もう最後なんじゃないかぐらいだよ ね。でも割と顔的にはまだいけるよね。ただ体がごついから、あ、ぜひぜひ見てください、はい、ぜひ。もう一つね、はい、これ大事だから、これ俺も見に行くから、それ本当、うん、TTFC オリジナルツーカイザー対、はい、うん、ゴーカイジャー、うん、ジューンブライドはタヌキ味、はいはいはい、これ上映会イベントが、うん、決定しまして、おめでとうございます、はい、見に行くわ、はい。まあ、それが、東京ドームシティのシアター G ロッソで、 G ロッソでね、7月23日、うん、土曜日から、はい、土曜日1日なんですけど、うん、1回公演と2回公演あって、うん、まあ、2部制で16時半からと19時半から、うん、ございます、うん、質問コーナー、うんうん、単純に、あとゲームコーナー抽選会が1回もあって、うん、何もらえるの？知らねえよ。何もらえるの？わかんない。2回公演目は、うん、登壇キャストによる生コメンタリーがあります。生コメンタリーだから見ながら喋る僕たちみたいなのがあって、うんうんうん、こう一部と二部でもだいぶ違う。楽しかったよ、前やったんですけど、うんうん、楽しかったんで。あ、本当。ぜひぜひ、はい、23日遊びに来てください。はい、ということで皆さん小沢亮太くんのね、ぜひ見に行ってあげてください。ます。はい、ということで、はい、今日は、亮太くん、小沢亮太くん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレット豪快レット。マッハで行くぜ、派手に行くぜ。またな。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。